皆さんこんにちはこちらは姫路市危機管理室です今回は避難所に配置している感染防止式材をご紹介したいと思いますこれまでダンボールベッドとパーテーションの組み立てを紹介してきました今回は避難所用感染防止式材として市内255カ所の避難所に 配備した折りたたみ式簡易ベッドやテント生地パーテーション、更衣室、トイレ、LED 照明機器セット、蓄電池などについてご紹介します。まずは折りたたみ式簡易ベッドについてご紹介します。長さ約1メートル、重量は約7キロでコンパクトに収納されております。これまでの ダンボールベッドに比べてワンタッチで設置できます。袋を開けるとベッドの骨組みが出てきました。ワンタッチベッドのように広げると188センチ ×67 センチのベッドとなります。横になるとこんな感じになります。10箇所で支えているためぐらつきもなく安定しています。耐荷重は。 150キロです次はテント生地簡易トイレをご紹介します袋を開けるとトイレがコンパクトに収納されています最大の利点はワンタッチで広げられることですそれでは展開してみましょう横に広げるとあっという間に高さ 160センチのトイレが現れました所用時間は数秒です初めての方でも簡単に展開できますさらに広げて入り口を開けて中に付属の簡易トイレを設置してみましたもちろんトイレ処理袋や処理材も同封されております実際に座ってみると このようなな感じとなります。す。問題は収納方法です組み立てよりも収納にコツがいるため皆さんよく訓練しておきましょう。まずはテーからテントの頂点を持ち半分に折り曲げます。続いて掴んでいるフレームを奥に押し込んで 輪っかを重ねていきます。すると元のコンパクトな状態に戻りました。続いてテント生地簡易パーテーションをご紹介します。同様にしてワンタッチで展開することができます。サイズは幅2メートル、奥行き2メートル、高さは1.4メートルです。 横たわってみるとゆったりとしています。入り口には氏名が表示できるようになっています。先ほどの折りたたみ式簡ベッドもすっぽりと収まります。ベッドに横たわってみました。高さは段ボールパーテーションと同様に1.4メートルですので、覗くと 中にいる避難者を確認することができます次にテント生地・更衣室ですもちろん授乳室としても活用が可能ですサイズは幅2メートル、奥行き2メートル、高さ2メートルです窓も設置されております入り口を開けると こんなな感じになります。高さが2メートルなので人が立ってもゆったりとしています次は LED 照明機器をご紹介します三脚にセットして使います3 0ルのコードリールも付属しています明るさは4 5トですが LED なので非常に明るいです高速は3800ルーメントです最後にご紹介するのは蓄電池です容量は約 2000Wh となっていますコロナ禍の停電時においても換気のための扇風機や LED 照明機器を稼働させることができますまた避難者の情報入手手段や 連絡手段のためのスマホの電源を確保することも可能です。充電は AC コンセントから可能であり、過充電防止装置が付いているため安心です。出力用コンセントは2口付いていますが、配備しているコードリールや延長コンセントを活用し、最大 2200W まで出力は可能です。 今回ご紹介した感染防止式題は、平時から取扱い訓練を実施しておくことが重要です。いざという時に備え、平時から取扱い訓練を実施しましょう。また、姫路市では、避難所での感染防止のための注意事項や動画をホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。視聴者の皆様、ご視聴ありがとうございました。